阪神ファミリーの田中を仕掛け人のマネージャーと遠藤が強引にタクシーに乗せる。そしてさらに追い打ちをかける。何それ。これ台本で毛利元就の桂元杉の役で。誰なの。吉信玄さんよ。セリフ。でこれ桂かぶ。何であんの。できひんてヘイクとか。できひんてマジで。こうしてタクシーを走り出した。あとはスタントに移るきっかけだけである。いよいよスタントに入るきっかけをつかむためドライバーが誘導尋問を開始。はい、次は、はい、すみません。誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。この後ココリコ田中生まれて初の号泣。きっかけをつかむためドライバーが誘導尋問を開始。はい、次は、はい、すみません。誘導尋問成功。あとは急ぐだけ。こっちの方が30分早いですよ。こっち向かないとこっちの方が早いですよ。一応安全ベッド練習じゃないですか。練習やってるんですよ。安全のためにね。大丈夫大丈夫。誰やねん。嘘つけお前。いや本当です本当です。おかしいやんこんなん。前見ろや前見ろや、ま、工事してるやん工事。前見ろやちゃんと。危ないよほら。大丈夫ですか。600円です。
出さへんよ。まあ、あんなやろ。